シリーズ初日の攻防はラストの一戦です最終競争キリドリーム第12レースを迎えました今シリーズ初日メインの一戦ドリームメンバーは1号艇が辻映像、2号艇は寺田知恵3号艇は林義則4号艇は浜田有沙5号艇大場聡、6号艇は森野雅宏以上6名の対戦枠なりの体制となっています各選手ですうちは1号艇の辻映像。 人気の中心となっていますす辻です2連単は12が3.8134.4146.415も7.2倍さらに16も9.8と10倍を切るオッズいずれも1号艇の辻栄三選手頭からという、えー、この組み合わせになっていまして人気を集める辻が1コース2コースの体勢が2号艇の寺田です女子強豪寺田知恵さらには3号艇林義憲過去にはこの桐生の泣いたレースでも見せ場を。 数多く演じてきた林義則です三コースに構えました。角一は四号艇の浜田ありさは今年優勝四回。五コースに構えます。レース校舎の大場バーは前半戦は二着でした。アウトコースが前半戦勝利を飾って、大外から連勝を狙います。森野正弘、枠なり三対三。 キリ,ュードリードム第12レーススタートしました1コースからあ5コースまでそれほど差はありませんが12コース並んだ体勢で辻と寺田の争いか第1ターンマーク1号艇辻が回っていきます2号艇の寺田が差していきます3号艇の林は外を回って3番手か内を通りまして5号艇大場という順でバックストレッチの中間点。 あとは4号艇の浜田6号艇森のバックストレッチを通過、第2タマークへ向かっています。スタートは正常でした。1号艇辻逃げを決めてえー、第2タマークトップ10回です。続いて2号艇の寺田が回ります。直線に入りまして、1番2番ホームストレッチ先頭2番手を差あどうか2点進くらい一点し差を詰めてきた。2号艇の寺田さらに3号艇林も接近してアウト構成出しての3番手1231番2番3番で2周第1タマークの旋回です。1号艇辻先頭2号艇の寺田が差していく。あとは。 林は3番手バックストレッチへ出まして1番、2番、3番入れ替わりなくバックストレッチへ出て先頭2番手を差三3身四4身くらい2番手、3番手を差四4身五5身くらいになりましたあとは切れていまして5号手大場が4番手となっていますさらに6号手の森の4号手の浜田第二ターンマークから直線最終周回に向かいまして先頭2番手を差三3身です1号手の辻が先頭逃げていますが2号手の寺田もそれほど差を広げられることは なく最終週間に入っていきましたまずは辻が回ります1マークをトップ旋回続いて2号艇の寺田見世代を作るか指していくしかし1号艇辻が抑え切って先頭を守ってバックスレッチの中間点です1・2は3.8 3連打の1・2・3ですと10.0倍となっています最終コーナー戦闘1号艇 辻が回っていきます。続いて2号艇の寺田千恵は2番手3号艇の林吉則が3番手1番2番3番ゴール前直線に入りまして桐生ドリーム12レースはゴールを迎えます1着は1号艇辻五里2着が2号艇寺田3号艇林は3着5号艇大場6号艇森野4号艇浜田の順でした。